明治学院中学校、明治学院東村山高等学校は、東京都東村山市富士見町一丁目に所在し、中高一貫教育を提供する、私立中学校、高等学校。高等学校において、中学校から入学した内部進学の生徒と高等学校から入学した外部進学の生徒との間では、第一学年から混合して、 クラスを編成する併設型中高一貫校、学校法人、明治学院が設置する。中学校、高等学校を合わせて、明治学院東村山中学高等学校と、通称されることもある。ただし、高等学校は、白金台にある、明治学院高等学校との区別のために公明に、東村山がつくが、学校法人、 明治学院が設置する中学校は1校のみのため、中学校の正式校名には東村山がつかない。キリスト教宣教師によって設立された学校であるため、キリスト教を用いた教育が行われている。毎朝、礼拝が行われるのが特徴。教員もクリスチャンが多い。授業は週6日制。生徒の中には、海外にホームステイをしたり、1年間海外。 留学する者もいる。なお、同一敷地内の明治学院東村山高等学校へは原則として進学でき、一部の部活などは高校とも、連携、教員も、中高を兼任する。校舎敷地は、以前は広大なグラウンド及び量を持っていたが、約半分が売却され、マンションになった。また、元中日アメリカ大使であるエドウィン・オーライシャワーの成果が、 ライシャワー館として残されているほか、聖書植物園などの施設もある。明治学院の創立は、ヘボン式ロオマジで有名な宣教師、ジェームス・カーティス・ヘボンが1863年に改築した英学塾。その後、1877年に東京一致新学校となり、1887年、明治学院として開校する。1960年代に、 当時の学院長だった武藤富雄により、東村山市の現在地に校地を確保、まず東村山高校を新設し、追って中学校が移転してきた。このため、高校は発金にもあるが、中学校は東村山にのみ設置される形となる。明治学院大学への進学には、明治学院大学系列校特別推薦という内部試験制度がある。 三年間の表情平均値をもとに、成績順に並べ、上位の生徒から希望学科を受験する。各学科には、特別推薦受験者の定員枠があり、特別推薦とた大学受験の併願は認められない。特別推薦合格者は必ず入学しなければ、ならない。生活の状況や、処罰によっては、特別推薦が受験できない推薦除外条件がある。少数ではあるが、 80%に入らなかった場合でもチャレンジ推薦が出願できる場合がある。他大学を受験しても成績有料者であれば特 A 推薦を受験することが可能であり、明治学院大学を抑えにしながら他大学を受験することも可能である。願書提出は10月中旬頃で受験生は願書とともに希望学科に対する志望理由書を提出する。特にハンドベルブは 小等もたくさん受賞しており、キリスト教会などにも演奏を披露したりもしている。入れている。明治学院東村山高校の学校情報、高校受験パスナビのワンポイント情報の冒頭による。ありがとうございます。